リューチャンネルの世界へようこそ。今回は実在した世界の身長が高い人ランキングトップ10をご紹介したいと思います。皆さんは身長が高いといえば何センチくらいを想像しますか？格闘家のチェ・ホンマンは身長が218センチもあり、でかいなーって思ってる人も多いかと思います。しかしながら世界の身長ランキングを見ると、あのチェ・ホンマンでさえ小さく感じてしまいます。果たして世界で一番大きい人の身長は何センチなのでしょうか？というわけで早速ご紹介していきたいと思います。第10位、バーナード・コイン。1897年から1921年に実在した人物で、その身長はなんと249センチ。バーナードはアメリカ・アイオワ州出身で、6人兄弟の2番目として誕生し、父親は173センチ、母親は157センチで、平均的な身長の両親から生まれました。彼は幼児の頃から巨人症によって著しく身長が伸びていったそうで、彼の身長は249センチまで達し、死ぬ間際まで伸び続けたそうです。第9位、ドン・コニシ。間違えました。ドン・ケラー。1925年から1981年に実在した人物で、その身長はバーナードと同じ249センチ。ドン・ケラーはアメリカのモンタナ州に、一般的な身長の両親である父は188センチ、母親は178センチから双子の兄として生まれました。彼は体の一部が極端に巨大化する先端巨大症の患者で、異常ともいえる身長の伸びは10歳の頃に始まったそうです。油圧リフトの販売を行う営業職につき、普通の生活を送っていましたが、次第に背骨が極度に曲がる脊椎睾丸症が悪化し、1981年、彼が55歳の時に心臓の病気で亡くなっています。第8位、ビカース・アパル。1986年から2007年に実在した人物で、その身長は前2人と同じ249センチ。ビカース・アパルはインド出身で、2007年に亡くなるまでインドで最も背の高い人物でした。そのおかげもあり、当時国内での彼の人気は高く、あのダンスが特徴的なボリウッド映画にも出演していました。しかし彼はデリーで行われた脳腫瘍手術中に医療ミスで21歳の若さで命を落としています。第7位、スルタン・キョセン。大橋キョセンではありません。1982年生まれで、現在39歳のスルキャン、スルタン・キョセン。その身長は現在251センチであり、今に生きる世界で一番身長が高い人物です。彼はトルコ出身であり、その身長を生かしプロバスケットボールの選手として活躍していました。彼もまた先端巨大症の患者であり、成人後も身長が伸び続けていましたが、放射線治療を続けた結果、2012年にようやく身長が止まったそうです。現在は農業をしながら平穏に暮らしているんだとか。第6位、バイニョ・ミリリンヌ。ほう、よく言えた。1909年から1963年に実在した人物で、その身長はスルタン・キョセンと同じ251センチ。バイニョン・ミリリンヌはフィンランド出身であり、フィンランド軍で軍隊を務め、プロレスラーやサーカス団員としてヨーロッパ各地を巡業していました。21歳、その時にはすでに224センチもの身長になっており、成人後も身長が伸び続け、最大で251センチまで成長しました。戦後には彼は養鶏の仕事をしていたそうです。第5位、L.R. ポープレ。1881年から1904年に実在した人物で、その身長は252センチ。エドワール・ボープレはカナダ出身で、20人兄弟の4番目の子として生まれました。彼が7歳で小学校に入学した時の身長は平均的だったのですが、9歳になった時には185センチにも成長しており、そして11歳の時には2メートルを超えていたそうです。17歳の時には学校を辞めて見せ物として世界を旅して回り、鉄の棒を曲げたり、馬を持ち上げたりする巨大な怪力男として一躍有名となりました。彼はアメリカの最も有名なサーカス、バーナム&ベイリーサーカスの巨人男、怪力男、そしてレスラーとして活躍したスターです。第4位、レオニード・スタドリック。1970年から2014年と最近まで実在していた人物で、その身長は257センチ。レオニード・スタドニクはウクライナ出身で、獣医として仕事をしていたそうです。14歳の時に脳の手術の影響で脳下垂体が刺激されたことにより成長ホルモンが過剰に分泌され、急激に身長が伸びるようになったんだとか。一時は獣医として仕事をしていましたが、足のサイズに合う靴がなく凍傷になりかけたため退職し、その後は母親と年金暮らしをしていたそうです。第3位、ジョン・F・キャロル。
1932年から1969年に実在した人物で、その身長は263センチ。ジョン・ F ・キャロルはニューヨーク生まれのアメリカ人で、彼も先端巨大症の病気にかかっていました。16歳の時から急激に身長が伸び始め、ある時には 2,3 ヶ月で18センチも身長が伸びることもあったんだそう。そしてその身長は死ぬ時まで成長が止まることなく、最終的な身長が263センチにもなりました。第2位、ジョン・ローガン。1865年から1905年に実在した人物で、その身長は267センチ。ここまで来るともはや巨人ですよね。ジョン・ローガンはアメリカのテネシー州出身で、12人兄弟の4番目として生まれました。彼は13歳の時にはすでに背が高くなりすぎており、それが原因で関節が固まる病気にかかり、松葉杖での生活を余儀なくされていました。30歳の時にはこの症状が悪化し、歩くことも立つことさえもできない状態だったそうで、この病気が原因でまた共に働くことができなかった彼は、駅前で自分の肖像画や写真を売って生計を立てていたそうです。彼の身長は37歳の死ぬ直前まで伸び続けていました。第1位、ロバート・バドロー。1918年から1940年に実在した人物で、その身長は驚異の272センチ。ロバート・ワドローはアメリカのイリノイ州出身で、ギネス記録にも認定されている男性です。2歳までは普通に育っていたのですが、2歳でヘルニアの手術をした時から急激に身長が伸び続け、8歳の時にはすでに188センチになっており、10歳で198センチ、13歳で224センチまで達していました。このような体格はワドローにとって負担となっており、歩行のためには添え木が必要で、ある時添え木の具合が悪くなり膝を骨折したため、そこから炎症が起き、ひどい感染症を引き起こしたことにより肺結晶で意識不明のまま22歳という若さで亡くなっています。いかがでしたでしょうか。皆さんは世界一の人がこんなに大きいって知っていましたか。私も身長が低くて悩んでる一人ではありますが、さすがに2メートルを超えてくると怖いですよね。早期に亡くなっている人もいますので、身長が高すぎるのも良くないことがわかります。私は身長が高すぎる人よりも長生きできるということを誇りに思い生きていこうと思います。もしよかったらコメント欄で皆さんの身長を教えてください。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。